ブラゴエブグラト州、ブラゴエブグラト州、ブルガリア語、ラテン文字転写、アブラストブルゴルグラドは、ブルガリア南西部に位置するブルガリアの州。この地方は、歴史的な経緯より、ピリン・マケドニア、ブルガリア語、ラテン文字転写、ピリンスカ・マケドニア、英語、ピリン・マケドンと呼ばれる。北に、キュステンディル州、ソフィア州、東に、パザルジク州、スモリアン州と接し、南はギリシャ、 西は、マケドニア共和国と国境を接している。ブルガリア語での名称は、ブラゴエブグラト州、ラテン、文字転写・アブラストブロンゴルグラド、である。トルコ語での名称は、ユカルジュマ州、ユカークーマエレイ。また、マケドニア語での名称は、ブラゴエブグラト州、ラテン、文字転写・ブラゴブグレイドスカアブラスト、である。日本語では、ブラゴエフグラード、ブラゴエフグラート。 ブラゴエブグラド、ブラゴエブグラート、ブラゴエブグラト、ブラゴエブグラドなど様々な表記の揺れがある。表記揺れは主におよびの優勢、無性の違いを優勢とする場合の転写に、部を用いるか、部を用いるかの違い、および、最後のに、超音記号を用いるかどうかの違いによる。ブラゴエブグラト州には14の基礎自治体がある。 ブラゴエブグラト州の面積は6449.5平方キロメートル、人口は34万1245人を数える。面積では、ブルガス州、ソフィア州に次いで、ブルガリアで、第三の大きさであり、ブルガリアの国土全体の5.8%を占める。ブラゴエブグラト州は、産地が多く、バルカン半島最高峰のムサラ山、2925メートル、山頂を含む、 ビラ山脈やビフレン山2914メートルを含むピリン山脈、ロドピ山脈、スラブヤンカ山、ブラヒナ山、メルシェボ山、オグラジュデン山、ステュルガチ山などの山々がある。州内にはストルマ川、メスタ川が流れ、これらの川の流れる渓谷部に人口が集まり、また交通路となっている。州内の気候は、 南部の地中海性気候から北部、山間部の内陸性の気候まで変化に富んでいる。天然資源には木材、鉱線、石炭、建設資材、大遺跡や花崗岩などが存在する。多くの自然保護区が設定されて美しい自然、観光は保護され、それ自体が重要な資源とみなされている。工作可能値は38.8%。 森林は52%を占めている。州の基幹となっている産業は、食品産業、タバコ生産、農業、観光、物流、通信、繊維、材木、家具、製鉄、機械生産、建設資材、製薬、プラスチック、製紙、口生産などである。失業率はおよそ10%で、ブルガリアの全国平均とほぼ等しい。鉄道、 道路網はソフィアはじめブルガリア各地とギリシャ北部を結ぶ大動脈となっている。また、特に2000年代に入ってからは安い商品やサービスを買いに来るギリシャからの日帰り観光客が増した。また、自由化された1990年代以降、ギリシャの製造業者たちも安い人件費などに目をつけこの地域、特にペトリチに生産ラインを移転した。 サンダンスキシのメルニクは、かつて18世紀から19世紀にかけて、オスマン帝国のイスタンブールから逃れてきたファナリオティスたちの中心地であった。共産党支配下にあった20世紀後半には、東ドイツから多くの観光客がこの地域を訪れた。現在ではこの地域は、ワインの生産とエコツーリズムの地として各国から観光客が訪れている。 インフラストラクチャーの整備は十分ではなく、特に道路、鉄道網の開発は遅れている。現在、ブラゴエブグラト州では2つの大きな建設プロジェクトがある。1つは、ストルマ高速道路で、ストルマ側に沿って、ソフィアからギリシャのテッサロニキを結ぶ予定である。もう1つは、バンスコ空港で、建設費は3000万ユーロ程度と見込まれている。文化的。 考古学的遺物には古代トラキア人の遺跡、古代ローマ帝国の集落、初期キリスト教会の聖堂、中世ビザンティン帝国とブルガリア帝国の時代の町、修道院、要塞、オスマン帝国期の建造物など様々なものがある。例として、現存の村をそのまま景観保存したメルニクや、オスマン帝国期に再建されたバンスコのロジェン、修道院、ロシャンスキー、マナズワ、などがある。 州都のブラゴエブグラトには、劇場、図書館、オペラハウスがある。バンスコ、ブラゴエブグラト、サンダ段ンスキには、画廊もある。小規模な文化施設、チタリシテは、州内各地に置かれている。ピリンホーク、エンセンブル、ホークローン、アンサンブルピリンは、ブルガリアの民族音楽で最も有名な、音楽集団である。州内では、ブラゴエグラトの、劇場フェスティバル、 バンスコのジャズフェスティバル、メルニクの死の夜などの文化イベントが開かれている。ネオフィトリルスキ南西大学、及びブルガリア米国大学がブラゴエブグラトにある。ブラゴエブグラドには1万人を超える大学生がブルガリア国内外から集まっている。サンダンスキ、ゴチェ、デルチェフ、ブラゴエブグラトなどの地名は、 マケドニアの民族運動の英雄たちの名前にちなんだものである。2001年の調査によると、州の民族別人口は、ブルガリア人が286,491人、イスラム教徒ブルガリア人を含む、トルコ人が31,857万人、イスラム教徒ブルガリア人を含む、ロマが12,405人、マケドニア人が3,117人などとなっている。 4242人は特定の民族意識を回答しなかった。宗教別では268,968人が正教会、62,431人がイスラム教、1546人がプロテスタント、7,018人は調査では特定の宗教を答えなかった。ブルガリア語は306,118人が母語としており、 トルコ語を母語とする者は19,819人であった。9,232人はロマ語を母語であるとした。2,921人は、その他24、2,424人は、自らの母語を回答しなかった。ブラゴエブグラト州はサッカーが盛んであり、FC ビフレンサンダンスキ、PFC ベラシツァペトリチ、PFC ピリンブラゴエブグラトの3チームが、 ブルガリアプロサッカーリーグの一リーグ APFG で戦っている。多くの山に覆われているプラゴエブグラト州ではウィンタースポーツも盛んであり、バンスコはスキーリゾートの地としてブルガリア国外でも知られている。プラゴエブグラト州は歴史的にピリンマケドニアと呼ばれた地域とほぼ一致している。マケドニアの少数の民族主義者たちはピリンマケドニアを 外国に支配されたマケドニアの本来領土であるとみなす大マケドニア主義の野望を抱いている。また、多くのマケドニアのマスメディアや政治家たちは歴史的にマケドニアにおけるブルガリア的な要素を否認、あるいは無視するような傾向を持ち、例えば、オフリドのセイクレメント、ブルガリア皇帝、サムイル、ミラディノフ兄弟、内部マケドニア革命組織などが ブルガリア人であることを否定し、マケドニア人であるとする。また、ピリン・マケドニアにおける、マケドニア人の民族性を無視した人権侵害行為を非難する。マケドニア民族の人権活動家、クリス・ポポフ、クリス・ポーポーフ及びマイケル・ラディン、マイケル・ラジンによると、州内のマケドニア人の本来の人口は20万人であるとしている。 人権活動組織ブルガリアヘルシンキ委員会の1998年の研究では自らの民族意識をマケドニア人と規定する住民は1万5000人から2万5000人程度であるがより多くのスラブ人が国家レベルの民族意識としてブルガリア人と自己規定しつつも地域的な意味でマケドニア人であると規定しているとしたギリシャのエーゲマケドニアの住民と同様 地元のマケドニア人の政治活動家、ストイコ・ストイコフ、ストイコ・ストイカ部によると、マケドニア人の人口は5000人から1万人であるとした。2001年の調査によると、州の人口34万1173人のうち3117人は、自らの民族意識をマケドニア人であると回答したが、その他の大多数は、ブルガリア人であると回答した。 最近の調査では回答する市民は選択肢以外の民族名は記述する形式になっており、質問用紙の質問項目の14番、マケドニア民族活動からはこれは正確な調査ではないとし、選択肢の中にマケドニア人を入れるべきとしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。